世界英語昭和20年10月21日は、日本の銀行家、経済学者、著作家。第13代日本銀行総裁、貴族院議員。群馬県高崎市出身。歴代日銀総裁で、最も経済理論に精通し、金融強行時は、副総裁として、井上淳之助をサポートした。日本経済を救った立役者として知られている。 安井宗太郎筆、深井英語師、像明治4年、旧高崎藩士、深井影忠、由比夫妻の逸尾として、高崎市柳川町に生まれる。経済的に恵まれず、市販学校進学を断念。そんな中、新島城が外遊中に、ブラウン夫人から託された、奨学金の受給者に選ばれ、明治19年に晴れて同志社へ学校普通科に入学する。 同志社在学中は抜群の成績で特に語学力は群を抜いていたという。明治24年卒業。徳富祖宝が主催する国民新聞社に入社し、その後ザファーイストの編集を任される。日清戦争中は一時大本営食卓を務めた。同志が廃刊に至るに伴い国民新聞社を退社。祖法の推薦で大蔵大臣。 松方正義の秘書官に転じるが、3ヶ月後に松方の大臣辞任により失職する。1年間の浪人生活を経て、松方の推薦により、明治34年、日本銀行に入行する。明治37年2月から同40年5月まで、数度の帰国を挟み、副総裁、高橋惚歴世の外債募集のための海外出張に、同行した。営業局長、 理事などを経て、昭和3年、副総裁に昇格。昭和10、第13代総裁に就任。昭和6年に、金融出再禁止政策が取られ、管理通貨制度に移行したことにより、国内で、インフレが進行する厳しい経済情勢の中、円滑な金融政策の実行に努める。 昭和11年に勃発した2.26事件後の金融界の動揺も巧みな舵取りによって抑えた。しかし、昭和12年の軍事費増大による赤字国際増発に講しきれず辞職。貴族院議員を経て、数密顧問官となり、昭和20年8月15日の数密院の会議には、病苦を押して出席して、日本の敗戦を見届けたが2ヶ月後に没した。 母書は、青山霊園1位マイナス10から13。著書、解雇70年は、日銀での幹部行員の教材にもなっている。また、通貨調節論、金本二制離脱後の通貨政策といった著作を残し、通貨問題の最高権威となった。妻春は北新政財界の第一人者として知られた、小坂善之助の次女にあたる。ゆえに善之助の長男で、 政治家、実業家として活躍した小坂純造は、深井の義兄にあたる。また、純造の三南部春の老いにあたる小坂徳三郎は、三井十一家の一つである、本村長家二代目、三井弁造の長女と結婚したので、深井家は小坂家を通じて、三井財閥の創業者一族である、三井家と隕石関係で結ばれていると言える。深井英語。 春夫妻の長女、優子は日本を代表する天文学者、萩原雄介に嫁いだ。萩原雄介、優子夫妻は三男一女を設けたが、雄介の次男、道夫は、不快の養子師となり、日銀勤務を経て、日本長期信用銀行の監査役を務めた。また、日本テレビ放送部を社長や日本、テレビフットボールクラブ会長兼社長等を歴任した。 萩原敏夫は、祐介の三男で、不快の孫にあたる。直読よみうりテレビの萩原明義美と、札幌テレビ放送社員の萩原孝夫は、不快の彦である。不快英語と、徳富祖宝。ありがとうございます。